はい、皆さんこんにちは。九州の登山を紹介するチャンネルの池新です。今日もね、僕のチャンネルを見ていただいてありがとうございます。このチャンネルはですね、チャンネル名にもある通り九州の登山、それをね主にお紹介しています。で、登山といってもですね、僕が紹介するのは比較的ね、身近な山、日帰りで行けるような山が中心ですので、初心者の方とかね、今から登山やってみようかなとちょっと興味あるけどなっていう方には参考にしていただけるんじゃないかなと思っています。で、まあね、そういう動画を作りたいなと心がけています。で、ベテランの方にはねちょっと物足りないかもしれないんですけど、九州に住んでおられるねベテランの方であれば、一度は皆さん歩いたことがあるようなそんな山ですので、わ、懐かしかねと、また久しぶりに歩いてみようかなとなんて思っていただけるといいかなと思います。でね、なるべく旬な情報、季節に合ったね山の情報をお伝えしようと心がけていますので、よろしかったらね、ここら辺にあるマークがあるチャンネル登録していただけると、僕もねちょっと励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。はい、それではね、早速今日の登山のお話になります。今日はね10月の13日水曜日ですね。で、今日やってきているのは、大分県九十連山にやってきました。で、向かうのはね大仙山、ここを歩きたいと思います。で、登山口にしたのは、吉部っていうところですね。その吉部からちょっとね、もう今スタートして30分ぐらい歩いたところなんですけど、から防火鶴を通って大仙山に登ると、そういうルートになります。で、この大仙山はですね、日帰りの登山の中にしては、ちょっとね片道4時間ぐらいかかっちゃうんで、体力がいるコースかなというふうに思っています。はい。でね、もう今歩いて30分ぐらい経つんですけど、この吉部ルートはですね、ちょっと登り始めて10分ぐらいすると急登が現れてね、20分ぐらい急登を登ると、そういうコースになります。で、その20分ぐらいの急登はね、ちょっと傾斜もきついし、足元がね泥で滑りやすい、あと木の根で滑りやすいというのもあるんで、ちょっとね気をつけて歩かれた方がいいかなと思います。で、その様子もね僕撮ろうかなと思ったんですけど、まだね時間が早くって、ちょっとね画面が真っ暗だったんで撮れませんでした。そこはねちょっとご了承ください。で、その急登を登るとね、あと小1時間ぐらいかなかけて防火鶴に出ると、そういうルートになります。なのでね、防火鶴まで約1時間半ぐらい、そして防火鶴をね、2、30分かけて通過して大仙山ですね。で、大仙山への登りはねおおよそ2時間ぐらいかかるかな。で、僕の場合ね、いつものことですけどコースタイムプラスアルファが多くって3時間ぐらい、一応のんびり行こうかなと思っております。なので、ね、僕の場合コースタイムはかなり当てにならないんで、ここねご了承ください。いつものことですね。はい、じゃあね、まず防火鶴向かいたいと思います。いや、この吉部からのルートね、何年ぶりだろう、5、6年ぶりぐらいに歩いてきたんですけど、なかなかねこの森林の感じがいいですな。気持ちいい。たまにはねこっちも来てみていいもんですね。いつもはほら防火鶴とかね向こう方面に行くときには長者原から天ヶ池ルート、僕ねあっちばっかり使うんでね、今度からねたまにはこっちも来ようかなと思います、この森の中、沢の音もしてね気持ちいいです。時間がね7時30分、登山道を出て1時間ぐらいでね、さっき撮っていたクレザメの滝の分岐に来ました。ちょっとね下るんですけど、せっかくなんでね行ってみましょうか。ちょっとね滝の方に下ってみます。はい、入り口からね3、4分下ってきました。これがねクレザメの滝、結構大きいんですよね。じゃあちょっとね滝の写真も撮ってみました。
こんな感じどうでしょうか。なかなかね、滝の背景に紅葉があってね、綺麗なんだけど、写真だとね、ちょっと色味が出ないかもしれないですね。結構ね、綺麗です。この先のね、大仙山、真っ赤だと思うんで、楽しみですね。行ってみましょう。いやー、このね、森のトレイルを歩くの気持ちいいね。まあね、被写体がおじさんなんであれですけどね。いやー、気持ちいいですよ。沢の音とね、鳥の声。最高。で、いろいろ寄り道してね、結局またかなり遅れてます。さあ、もうすぐね、防火室に着く予定ですね。もうちょっとしたら開けます。いいね。はい、時間はね、8時15分ぐらいになりました。防火室のね、端っこに出てきたところです。で、ここがね、帰りに下ろうかなと思っている大仙林道との分岐ですね。帰りはね、こっちから、まあ単調ですけどね、林道を歩いて帰ろうと思ってます。さあ、そして防火室の端っこです。あ、ちょっとね、山頂の方は雲がガスがかかってる感じかな。だから僕が登る頃にはね、ガスが晴れて青空が広がると信じてます。さあ、防火釣りに出てきましたね。九州ハイカーの聖地ですね。今日もテント泊多いかな。で、これがね、三股山で、左側がね、大仙山。ちょっとね、まだ雲がかかってるけど、ここからね、僕が登りきる2時間後、3時間後には晴れてくれるんじゃないかなと思っております。お願いしますよ、ね、青空がね、時々出てるんで、なんとかなるんじゃないかな。さあ、楽しみです。さあ、今日向かうね、大仙山、あの上はね、お池っていうね、カルデラ湖が、ちっちゃいけどね、カルデラ湖があって、その周りがね、多分紅葉で真っ赤に埋め尽くされていると思います。でね、それを見るためにね、みんな集まってくるわけですね。僕もその一人ですけどね。どうでしょう。すげえ楽しみ。で、去年はね、10月の22日ぐらいかな、20日ぐらいの週にね、キャンプでテント泊でやってきましたね。その時の動画もよろしかったらご覧ください。さあ、じゃあ防火釣りでね、ちょっと小腹が空いたんで、軽くね、パンでもかじって大仙山、結構ね、登りきついんで備えたいと思います。ね、ちょっと曇ってるけど雨は降らないかな。青空出てよ。はい、それじゃね、防火釣りで休憩、ちょっとね、パンを食べてお腹がね、満足してきたんで、今から大仙山登っていきたいと思います。時間がね、9時を回ったところです。で、コースタイムだとね、ここから1時間半ぐらいでダンバルっていうね、大仙山と北大仙山のコルになってるところね、ここまで行きます。まあ、コースタイムね、1時間半なんだけど、僕の場合は2時間かな、これぐらいをね、目安に行きたいと思います。で、そこのね、ダンバルから大仙山山頂まではね、3、40分ぐっと登りますんで、それでね、行ってみましょう。雲がね、晴れるといいな。さあ、ちょっとね、息絶え絶えになるかもしれんけど、頑張っていきます。ね、ここから始まります。
最初はね、この樹林帯から始まります。さあ、今日もね、漏れなくラムネはありますよ。これをね、時々いただきながら登ってます。ルートはね、少し樹木の背丈が低くなって少しね、日が差してきましたね。まだまだ続きます。さてさて、ダンバルに向けて半分ぐらいかな、来ました。だいぶね、天気良くなってきたみたいです。最高の景色がね、待ってるような予感ですよ。よいしょ。さあ、ダンバルまで着きました。お、真っ赤ですね。 GoPro じゃわからんかな。大仙山ね、山肌真っ赤です。お、最高、バッチリ、来てよかった、ね、雲も晴れて、どこもね、美しい、空もいいね。さあ、そしたらちょっとね、休憩したり写真撮ったりしたので。あ、どうぞ。あ、こんにちは。大仙山山頂を目指します。ちょっとね、かなり水曜日なのにめちゃくちゃ人が多いんで、この先ね、ルートが細くって、結構ね、上りより離合で待ったりしてるみたいですね。まあ、時間はあるんで、ゆっくりね、慌てずに行きたいと思います。ね、こういう三山霧島のね、木々の中をちょっとね、くぐりながら行く感じですね。しばらくね、こういった感じを登ると、最後だけね、ぐっと岩っぽいところを登る感じになります。しかしね、人がほんと多いね。軸が大仙山中腹からね、見下ろした感じ、綺麗かですね。あれがね、ボウガツルです。で、三綿山ね、ほんと雲も取れてきて最高じゃないですか。最高。今日ね、こっち来て正解やったね。さあ、ラストね、この岩を登ったら山頂になります。天気が良くなった。はい、大仙山着きました。1786m ね。人は多いけど最高です。さあ、去年の秋はね、この池のほとりまで降りてこなかったんだけど、今日はね、天気もいいし時間もあるしね、ちょっとほとりまで降りてみましょうかね。ほとりへね、ちょっとご飯にしようかなと思います。すごい綺麗。さあさあ、さあ、ほとりまで降りてきました。
さあ今日のご飯はじゃじゃーん、コンビニのおでんでございます。さあそれじゃあ名残惜しいけど帰りますかね。お昼はね今日初めておでんを、セブンイレブンのねおでんを食べてみました。冬はね最高だな、これ多分定番になりそうです。よいしょ。やっぱね池の周りは賑やかでした。帰りもね多分細い道が混みそうなんでね、ゆっくりと帰りたいと思います。やっぱすごい綺麗ね。ここね厳冬期になるとねカチコチに凍るんですよね。池の真ん中をね歩いたりもできます。次はねそういうシーズンにも来たいですね。さあご飯食べてね帰ろうとしたところでガスが上がってきましたね。やっぱり思った通り午後からはガスにかかるということで、僕はとっとと帰ります。はい、今ね時間が12時16分、今から山頂を後にします。坊ヶ鶴まではね来た道を帰るだけということになりますね。よいしょ。さあ山頂からね下ってダンバルまでやってきました。時間はね12時40分ぐらいですね。この後は坊ヶ鶴まで下って帰ります。下りはね動画は撮らずに尻もちつかないようにね集中して下っていきたいと思います。いやちょうどね僕が山頂にいる間晴れててくれてね、下山と同時にガスってくれてよかった、よかったって言ったら悪いけどね、僕としてはタイミング最高でしたね。今日はついてます。それにしても綺麗ね。ちょっとね雲がかかる感じもいいじゃないですか、美しい。さあじゃあ下りましょうかね。こんにちは、お疲れ様です。さあ坊ヶ鶴に下ってきました。時間がね13時40分なんて1時間半。さあちょっとここで水分補給して帰ります。坊ヶ鶴下ってきて振り返るとね、やっぱり大前山また雲が晴れて絶景になってるみたいですね。坊ヶ鶴のテントもね平日だけどそこそこいらっしゃいますね。僕も本当はねテント泊したかったけどね、今年はできませんでした。というわけでね名残惜しいけど坊ヶ鶴を後にして帰ります。で朝言った通りね、朝登ったところとは別のね大仙林道っていうね、まあ、砂利道をね、まあ、退屈な道なんですけど、そっちをぐるーっとね歩いて帰ります。1時間半ぐらいでね吉部の駐車場に戻れるんじゃないかなと思います。もうちょっとかかったかな。はい、ひとまずねこの後は安全な道をテクテク歩くと、そういう感じです。気分としてはねボブディラン聞きたい感じですね。はい、坊ヶ鶴を抜けてね、左がね朝来た、ルートですね。これをね下りは大仙林道、右の方にね行きます。まあねこの先は特に何も見るものもなく、ただだらだらとね1時間ちょっとぐらい歩く形になりますね。よいしょ。あ、でも沢の音がいいな。よし、のんびり歩いていきます。いやもうね林道散々歩いてきたんですけどね、まだ地図を見ると半分ぐらいもう飽きてきました。ということでねもう今日はここでエンディングにねしようかなと思います。今日はね九州を代表する
紅葉登山のスポットですね、九十連山の、大仙山、ここを歩いてみました。すごくね綺麗で本当来てよかったなと思いますね。で今年はね僕のスケジュール的に、九十連山の紅葉は見れないんじゃないかなと半ばね諦めてたんですけど、今年はねどうも1週間から10日ぐらい色づきが早いということもあって今日、見ることができました。本当にねラッキーだなと思います。でこの後ね11月に入ると僕の地元ね長崎県の雲仙、あそこもね紅葉が綺麗になるんで、それはそれでまた、お伝えしたいなと思っています。で皆さんもね今日、機会があれば九十連山ぜひ訪れてみてください。今日登ったね、大仙山以外にも三股山とかね星翔山といったところも、こういう綺麗なんで九十連山ねどこを見ても綺麗かなと思います。ぜひ一度お越しください。はい、でね今日何より僕としての収穫ね、大収穫、お昼に食べたおでんですよ。あれがね抜群にうまかった。もう最高で、おでんって近頃ほらコンビニに一人前でねパックでこう詰め合わせ売ってあるじゃないですか。僕はねあれは少し苦手なので、今日はあの店頭でね自分で選ぶやつ、選べるやつね、あれで好きなやつだけをこう見繕って、あのジップロックのこうスクリューロックでね液漏れしない容器、あれに入れて持ってきたんですよね。でコッペルで、まあ、ガスで温め直してね湯気がホクホク出るところをいただくと最高でしたよ。で多分ね僕の今後の登山山飯、冬の間はねおでんが定番になると思います。そういう予感がします。皆さんねおでん好きな方ぜひ一度お試しください。まあ、間違いないです。はい、というわけでね今日はここら辺でおしまいにしたいと思います。またね次の動画、次の登山動画だなで、お会いしたいと思います。じゃあ今日も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。今日はここら辺でお別れです。さようなら。